みかんファクトリーの谷口さんです。多分オフトレでスケートボードをね始めたいっていう方結構いっぱいいると思うんですけど、まあ多分オーリーとかやろうと思ってなかなかできなくて挫折して、多分お家にねずっとまあこういう感じでね3年4年5年10年とか置かれてる方いると思うんですけど、そのスケートボードを使って誰でもできるオフトレを紹介します。もうね簡単です。このスケートボードの上に乗ってしゃがんで伸び上がるんです。でこれ何のオフトレになるんだと思った方いると思うんですけど、ちゃんとコツがあるんです。そのただしゃがむだけじゃなくて、しゃがむとこう板がねこうぐにゃ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 って多分なると思うんですけど、それがならないようにできるだけ板フラットの状態に近い状態でこうしゃがんでって、フラットに近い状態で伸び上がるっていう練習をしてください。でそれがなんでいいかっていうと、もししゃがんだ時につま先にこう沈んでしまっている場合、しゃがんだらスノーボードでいうとトーサイドターン、つま先側のターンが始まりますよね。っていうことはボックスとかキッカーに行こうとしている時にしゃがんだらつま先に乗ってしまってるっていう場合だとターンが始まるんで、もうそもそもまっすぐ行けないんですよ。で体がこうずれた状態で飛ばないといけないんで、まあ、この状態で飛ぶと大体飛んだりとか、まあ、ボックスだったらまっすぐ行ったはずなのになぜかこっち側に行ってしまうっていう結果になるんですよ。なんでまっすぐ綺麗にこうあんまりずれないようにしゃがんで、ずれないように伸び上がるっていう練習をしてください。それやるだけでかなり上達します。でこれがねバランス感覚なんですけど、バランス感覚っていうのはバランスがこう崩れた時に立て直す力ではなくて、あ今ちょっとつま先に行き過ぎた戻さなきゃっていうこの感覚が早ければ早いほどバランス感覚がいい状態になります。なのでこれに乗ってる時に気をつけてほしいのは、例えばしゃがんだ時にピュッて動いちゃったところ、動いちゃったところが自分の苦手なところなので、一回そこで止まってこの姿勢でどうやったら自分が真ん中なのかっていう風に戻してあげる。動かしててヒール側に、あ、今かかと側に動いたな、じゃあここで一回止まって戻してあげる。で、あ、ここが自分の真ん中なんだっていうのを理解することがバランス感覚の始まりになります。なので常に自分の体が真ん中がどこなのかっていうのを分かるために、このスケートボードの上で板があんまり動かないようにスクワットする練習をしてください。こういう感じですね。でこの時に動いてしまったら、あー動いた、よし戻そうっていうのを繰り返し練習してみてください。おすすめのスケートボードです。あ、オフトレです。ぜひやってみてね。